卓球最強のサーブについて解説したいと思います。卓球のサーブにはいろいろな種類があります。下回転、横下、逆横下、横回転、横回転、上回転、ナックル、無回転に近いナックル、あとはスピードロング、速いボールのサーブです。いろんな種類がこのようにサーブにはあるのですが、最強のサーブは何かということについて考えてみたいと思います。まず下回転、ボールの下を薄く強く擦ります。ネット際に短く強烈な下回転を出すと、初心者の方なら、割とネットをミスしてくれてかなり効果的ですが、中級者、上級者になってくると突きやストップでもう球の弾道と回転が分かりやすいので、突きやストップで簡単に返されて返球されてしまいます。こうなってくると最強のサーブかと言われたらそうではない感じがします。今度は横回転のサーブ、これも中級者上級者には打たれてしまいます。フリックされてしまったり、チキータされてしまったり、ドライブされてしまったりします。なのでこの横回転も初心者の方には有効ですが、中級者上級者になってくるともう反撃にあってしまう可能性が高いので、最強のサーブではちょっとないような気がします。あとはナックルサーブ、切ったように見せかけてあまり切れてないサーブ、このサーブも中級者上級者にはボールの回転を見破られてしまい、フリックされてしまったり、反撃に遭ってしまいます。あとはスピードロングサーブ、速いサーブです。コースをついて速くボールを